はい、おはようございます。みさぺこです。今日もコードドラゴンブラッドやっていきたいと思います。ビッグはい、というわけで今日のとりあえずやることはやったので、また鍛えるのクエストからやっていこうかなと思います。同じ話をずっと聞いてるんだけど、学生証を提示してください。みさぺこ本人であることを確認します。確認されました。なんか探しに行くらしいです。あ、レベルアップもしました。やったね。なんかでかいのがいる。なにこれ、怖い。錬金アイテム無害な錬金。わかんない。早いよ。早いよ。乗り物進化。え、乗り物が進化できるようになった。オロチハウ。では学園の日本食として一切不要で、おかんね。もう勝手にオートでやってくれるのはすげえありがたいんだけど、あの話をさ、もうちょっと読ませてくれねえかなってちょっと思うよね。うん、あ、いい女。はあ。血統もちょっとアップしていこうかな。ダブルタップしてしまったぜ。ということで、何？乗り物進化ってことで、乗り物を進化させていったので、メインクエ3つぐらい消化していこうかなって思います。じゃあ多分時間的にちょうどいいんじゃないかな。バスケ部の新入部員のチェスなんて書かれてるか見てみよう。どうやって見んの？わかんないからごめん。路名義のところ行くね。ボスに学院を案内するように言われたんだ。うん。やあ、これがあの新入生かい。当時の路名義よりずっと落ち着いてるな。そんな大げさに言うことないでしょ、 F 級のあんたには。入学した頃は A 判定だったんだぜ。お前たちなら新入生の方がマシだ。好感度高し。この人はフィンゲル先輩、きっとフォーラムでよく見ることになるよ。フィンゲル・フォン・フリングス、新聞部部長。ゴシップなら俺に任せて。あ、いい顔。ゴシップとか好きよ。お、新たな展開。先に行くから楽しんでこいよ。おーい、間違えたの？学院内を散策するの？こことかおすすめだよ。どこだよ。いっぱいある。休憩所に行って座ろう。なんで？なんで座らされるの？ここ座ることができるの？逆光になってんな。
すぎ。ブランコにそろまた座りに行くの。めっちゃ近いじゃん。次クレーンに行ってプレゼント、プレゼントね。プレゼントって最近なんかもらった？私結構もらってるわ、ありがてえ。親からなんだけどね、親からいろいろもらっちゃいます。コインを入れるか。どうやってやんのこれ。やり方が分かんないな。なんかもらった。壊れたおもちゃナイフ。はーい。壊れたナイフもらいました。ということで。路面費がまだ待ってるらしいので、ちょっと行きましょう。待っている、待っている、待っている。路面費。おかえり。ちょうど野々先輩が送りに来てくれたんだ。紹介するよ。はい。あ、美人なお姉さん。カステル日本支部はずっと秘密に包まれているの。本部も深くて掌握しきれていないの。だから絶対に気をつけるのよ。わかった。私ガーディアン掲示板の書き込みを調べたの。日本に行ったことのある人はみんな口を揃えてとても怖かったと言っていたわ。そうなの。ノノ、心配することはない。これらはただの雑魚。60年前校長は剣でカッセル日本支部を征服した。信じてくれ、俺にもできると思うじゃん。ボスってやっぱりすごいや。だから先輩に選ばれるわけだよ。先輩、僕メイヒ、どうした、具合悪いの？先輩ロメイヒ、外で絶対に死なないで。先輩心配しないで、ボスとキラー先輩が前でかばってくれるもん。僕は後ろに隠れてるから。そんな様子じゃ臆病で役立たずよ。おお、結構ズバズバ言うじゃん。意気消沈して隅に立ち、うなだれて首をすくめて、そんな人は見たくないわ。そんなのは役立たず。はっきり言うじゃん。先輩、みんな見てるよ。ちょっと恥ずかしいって。勇気がいるし注意もしないとね。無事でいてね、私のたった一人の子分なんだから。姉貴。おい、ノノ、下校時間だ。それでは出発するぞ。なんかムービー入った。鉄塔が著しく不安定な新入生を送っていいのですか？足長。あの子の血統は確かに頭を悩ませる問題だ。しかし、もしかしたら日本でなら解決法が見つかる。君も気づいているだろうが、ロメイヒと同じように彼らは言霊皇帝に屈したりはしない。おそらくはあの二人が日本支部の秘密にたどり着く鍵となるだろう。海底にいるのが本当に竜王なら彼らが生き残る可能性は 1% 以下ですね。厳しい世界。私は100年以上も生きてきた。何歳お前。ドラゴンスレイヤーとしての重圧を己で支えるわけにもいかんのだ。お前何歳。いずれは若い者に引き継いでいかなければならん。心配いらんよエヴァ。彼らは皆奇跡を起こせる子供たちなんだ。ところでお前は何歳なの。はい、というわけで新しい場所に行ったので今回はここまでにしたいと思います。
自然にスキル強化だけしていくね。はい、というわけで今回はここまで。よかったらまた次のコードドラゴンブラッドでお会いしましょうって言ったけど、コードドラゴンブラッドがあと何回かで今月分終わっちゃうんだよね。24だからあと2回でコードドラゴンブラッドは一時お休みになるので、またその時にお会いしましょう。ということでミサペコでした。またねー。バイバーイ。